ご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。はい。三福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座特集です。しっかり理解、保護観察処遇について今日はやっていきたいと思います。 しっかり理解。保護観察処遇です、えー。社会福祉試験では社会保障の分野は重要です。えー、今回ですね、保護観察処遇について初学者向けとして整理をしています。えー、前回前々回とですね、えー、保護観察制度についてやってきました。えー、今回3回目ですね、えー。保護観察結構ですね、難解ですので、 割と深掘りしてやっていきます。ただし、初学者向けとして、まあ、えー、簡単にですね、整理をしていますのでね、えー、聞き流し、流ら聞きで OK ですので、試験対策としてがっちり覚えて、保護観察処遇を理解してくださいね。それでは行きましょう。一番です。刑事施設や少年院で行う施設内処遇と異なり、社会内で公正の処遇を実施することを何というでしょうか はい。それが保護観察と言います。では、それは、まあ、保護観察は、誰の指導、監督を受けながらするものでしょうか二人答えましょう。はい。保護観察官と、えー、保護師ですね。この二人、ま、あこのお、お二方の指導、監督を受けながら保護観察を行うということになります。二番です。保護観察の種類について、一号観察、 とはどんなものを言うのでしょうかはい。家庭裁判所で保護観察処分に付された少年のことです。では、2号観察とはどんなものを言うでしょうかはい。少年院からの仮退院を許された少年のことです。3番です。保護観察の種類の2。3号観察とはどんなものを言うでしょうか はい。刑事施設から仮釈放を許された人のことですね。では、4号観察とはどんなものを言うでしょうかはい。刑の執行を猶予された保護観察に付された人のことを4号観察と言います。4番です。保護観察の種類の3。5号観察とはどんなものを言うでしょうかはい。婦人歩道員から仮退院を許された人。 のことですね。では、1号観察と2号観察の管轄はどこでしょうかはい、家庭裁判所となります。まあ、1号観察と2号観察の場合は少年になるんでね。えー、ですから、管轄は家庭裁判所となります。あとですね、1から5号の観察はどんなものかっていうのもちょっと頭に入れといて覚えてくださいね。5番です。 保護観察の方法として、面接などにより保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握することを何というでしょうかはい、指導監督と言います。では、それは、えー、遵守事項を遵守し、何に即して生活、行動するよう必要な指示、その他の指示を取るということでしょうか はい。生活行動指針ですね。えー、遵守事項を遵守し、生活行動指針に即して生活行動するよう必要な指示を行うとなります。6番です。保護観察の方法として適切な住所、住居を得たり、同所に帰住するように助けるのを何というでしょうかはい。歩道援護と言います。では、その歩道援護は、 何を得ることを助けるでしょうか ?5 つ答えましょう。はい、えー、医療、療養、職業補道就職、教養訓練を得ることを助ける。それが、歩道援護と言います。これちょっと覚えておいてください。えー、もう一度言いますね。歩道援護とは、医療、療養、職業補道就職、教養訓練を得ることを助けることです。 7番です。保護観察対象者は、遵守事項が定められ、違反した場合はどうなることがあるでしょうかはい。強制施設への収容などの不良措置が取られることがあるですね。覚えておいてください。8番です。一般遵守事項とは何で、ね、何でしょうか ?3 つ答えましょう。はい。1つがですね、健全な生活態度を保持すること。 で、二つ目が、えー、保護観察官、保護士による指導監督を誠実に受けること。で、三つ目が、届け出た住所に居住することですね。えこの三つが一般遵守事項と言います。九番です。転居または7日以上の旅行をするときは何をしないといけないでしょうか はい。あらかじめですね、保護観察所の長の許可を受けることが必要ですね。転居または7日以上の旅行をするときは、あらかじめ保護観察所の長の許可を受けるということが必要となります。では、保護観察対象者の改善構成に特に必要と認められる範囲で定められる事項のことを何と言うでしょうか。はい。特別遵守事項と言います。 え先ほどのは一般遵守事項なんですが、えー、この特別遵守事項というのは改善構成に特に必要と認められる範囲で定められる事項のことですね。ちょっとこの違い覚えておいてください。10番です。保護観察対象者を改善構成の深度や再犯の可能性の程度等に応じ、各段階に応じて処遇を実施する制度を何と言うでしょうか はい、えー、段階別処遇と言います。では、その段階別処遇はいくつの区分があるでしょうかはい、S、A、B、C の4区分があります。11番です。段階別処遇の区分について、特別の体制及び内容による処遇を行う段階は何でしょうかはい、それを S 区分と言います。 え、ポイントなんですが、特別の体制及び内容による処遇というのが、まあ、S 区分ですね。えー、では、処遇が著しく困難であると認められたものに対する処遇を行う段階は何でしょうかはい、それが A 区分ですね。A 区分は、処遇が著しく困難ということですね。えー、この S と A の違いもですね、覚えておいてくださいね。 12番です。段階別処遇の区分についての2。処遇が困難ではないと認められた者に対する処遇を行う段階は何でしょうかはい、それは C 区分ですね。処遇が困難ではないのは、まあ、C 区分。s, a, b, c の最後ですね。C 区分です。で、えー、最後ですね。処遇が困難であると認められた者に対する処遇を行う段階は、 B 区分ですね。この A, B, C, あ、まあ、す、すいません。S, A, B, C の区分の違いですね。これもちょっとですね、ポイントなんで、頭に入れておいてください。13番です。仮釈書、借宝者、または保護観察付き執行猶予者のうち、暴力的犯罪を繰り返していたもので、処遇上、特に注意を要する者に対する処遇を何というでしょうか はい。特定暴力対象者等に対する処遇と言います。14番です。特定暴力者対象、え、特定暴力対象者等に対する処遇の対象者はどんな犯罪や行為を繰り返したものでしょうか ?5 つ答えましょう。はい。1つが覚醒剤自販。2つ目が問題飲酒。3つ目が暴力団関係。 四つ目が精神障害等。で、五つ目が家庭内暴力等となります。この五つがですね、えー、特定暴力対象者等に対する処遇の対象者となります。ちょっと頭に入れておいてください。十五番です。専門的処遇プログラム等は、ある種の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対し、何を理論的基盤として開発。 体系化された手順によって行われるものでしょうかはい、えー。認知行動療法を理論的基盤として開発体系化された手順によって行われるものですね。えー、認知行動療法を、まあ、元に行われるのが専門的処遇プログラムというふうに覚えておいてください。16番です。専門的処遇プログラムについて。 仮釈放者及び保護観察付き執行猶予者のうち、どんな犯罪を繰り返す者に対し処遇を受けることを特別遵守事項として義務づけているでしょうか三つの犯罪を答えましょう。はい、一つが性犯罪。で、二つ目が覚醒罪。そして三つ目が暴力的犯罪。 等ですね。えー、この三つがですね、えー、特別遵守事項として義務付けられているということですね。えー、これもですね、あの、覚えておいてくださいね。えー、性犯罪、覚醒罪、暴力的犯罪等が、まあ、仮釈候補者及び、えー、保護観察機執行有者のうち、特別遵守事項として義務付けられている犯罪の三つです。17番です。専門的処遇プログラムの四つの種類を答えましょう。 はい、一つが、性犯罪者処遇プログラム。二つ目が、薬物再乱用防止プログラム。三つ目が、暴力防止プログラム。で、四つ目が、飲酒運転防止プログラムですね。この四つのプログラムが、専門的処遇プログラムと言われるものです。まあ、ここまで来てちょっとお気づきの方も多いと思うんですけれども、まあ、専門的処遇プログラムであったりですね、えー、先ほどの、 えー、専門的処遇プログラムの、えー、まあ、どんな犯罪なのかっていうのにも、あの、出てきているんですけれども、まあ、要するに、この、まあ、専門的な、まあ、重要な、まあ、処遇のプログラムを行うのは、性犯罪と薬物乱用と、えー、暴力と、まあ、あと、プラスアルファで飲酒ですね。まあ、特に飲酒運転というのが、まあ、あの、一つの こう、まあ、カテゴロリーとなってきます。覚えておいてください。性犯罪、薬物乱用、暴力、そして飲酒、まあ、確保運転ですね。この4つ覚えておいてください。18番です。保護観察対象者が健全な生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善構成することができると認められる場合に取られる措置を何と言うでしょうかはい、良好措置と言います。 では、良好措置は、保護観察付き執行猶予者に対して何をすることなどがあるでしょうかはい。保護観察を仮に解除する仮解除をすることがある。ですね。これ覚えておいてくださいね。良好措置は、えー、保護観察付き執行猶予者に対して、保護観察を仮に解除する仮解除をすることなどがある。ですね。 19番です。不良措置とは、保護観察対象者に何があった場合に取られる措置でしょうかはい。遵守事項違反、または再犯等があった場合に、まあ、不良措置は取られますということですね。まあ、あの、わかりますね。その通りなんです。はい。では、不良措置とは、えー、仮釈放者に対する何があるでしょうかはい。仮釈放の取り消しがあります。 では、保護観察付き執行猶予者に対する何があるでしょうかはい、K の執行猶予の言い渡しの取り消しがあるんですね。この二つですね、覚えておいてください。 はい、えー、最後ですね、えー、保護観察の種類ということで、えー、先ほどもですね、一問一答で話をさせてもらったんですが、ちょっとこう一目で分かりやすいように表というかこう図にしております。まあ、保護観察の種類右側にですね、えー、1号観察、2号観察、3号観察、5号観察、4号観察ということで出していますが、えーまあ、左から行きますね、えー。家庭裁判所からですね、えー、保護観察処分を受けるのは1号観察ですね。で えー、家庭裁判所から少年院送致処分を受けて、えー、地方公正保護委員会が、まあ、あの、仮退院であったり仮釈放の許可を出すのが、2号観察と呼ばれるものですね。1号2号は、まあ、少年ですね。少年なので、管轄は家庭裁判所となります。で、えっ、ー、と、その、次に、その裁判所管轄のところですね。えー、実刑を受けた方が、えー、地方公正保護委員会で、 まあ、仮釈放の許可を受けたものが3号観察となります。で、それから、えー、下から2つ目ですね。えー、歩補導処分を受けたものは、えー、地方公正保護委員会で、まあ、仮退院ですね。の許可を受けて、えー、なるものが5号観察ですね。婦人補導院からの仮退院というものですね。で、最後ですね。保護観察付き執行猶予の方が4号観察。 ということになります。まあ、こういった種類、まあ、保護観察の種類がこの1号から、ま、5号までですね。1、2、3、5、そして4ですね。地方公正保護委員会が、ま、出すのが2号、3号、5号ですね。これも覚えておいてください。この表ですね、ちょっとこう頭に入れとくと、まあ、あの問題に出た時に分かりやすいかなと思いますので、ちょっとこう覚えておいてください。 はい、えー、今回ですね、特集しっかり理解保護観察処遇ということで動画を作っています。 えー、初夏、社会保障制度を理解する科目は試験では必須ですよね。えー、前回、前々回とですね、あのー、保護観察制度であったり、まあ、そういったこう、えー、仮釈放に関するものであったりを、に特化してやっております。えー、かなりですね、ここ難解なんでですね、あのー、集中してちょっと深掘りしてやっているんですが、えー、整理して覚えてくださいね。 聞き流しやながら聞きで OK ですのでね、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてください。えー、あとですね、えー、試験まで1ヶ月足らずとなってますのでね、何度も何度もちょっとわかりにくいなと、こう、ちょっと覚えられないなというところは、えー、この動画ですね、何度も見て聞いて覚えてください。聞き流しで OK ですのでね、繰り返し聞いて記憶に焼き付けてくださいね。はい、えー、社会福祉の講義動画、まだまだ出していきますので、よろしくお願いします。以上です。